決勝を行います。女子個人組手競技は1981年第9回大会より正式競技となった。当大会は都合9回目である。赤川野選手です。9代目の空手女王がこの決戦で決まる。ベテラン川野か新鋭山口か、いずれにせよ栄冠は一つ、自らの手でもぎ取るしかない。川野の攻撃は実に積極的だ。気迫がある。山口も高校生とは思えぬ足さばきで間合いを詰める。しかし今一歩自分の形に持っていけない。若さゆえの勢い、同時に若さゆえの限界。川野のペースだ。そして堂々川野が試合を制す。第17回全日本空手道選手権大会女子個人組手競技を制した川野恵子、初優勝である。高校時代より名を馳せ、女子空手のいわば黎明期を築いた川野。実力ナンバーワンとささやかれながら、しかし優勝旗を持つことのなかった川野。その川野が
念願、いや悲願を果たした。おめでとう川野。